ダイヤモンド。この最も美しく最も高価な宝石はまばゆいばかりの輝きで人々の心を虜にしてきました。今地球的規模でダイヤモンドの採掘を行い価格をコントロールしている大企業、その取引はベールに包まれてきました。一方ダイヤモンドの原石を求めてジャングルの奥地へと分け入るのがダイヤモンドハンターたち。そしてダイヤモンドビジネスの世界を動かすユダヤ人、民族の歴史を背負い独自の商法を展開しています。ダイヤモンド、その輝きの背後にある知られざる世界に迫ります。高級宝石ブティックが新作のダイヤモンドジュエリーを発表するファッションショーです。この日発表された作品は28点、合計600カラットを超えるダイヤモンドが輝きを競いました。今ニューヨークはダイヤモンドの最新トレンド発信地、新作発表のショーやパーティーが頻繁に行われています。Today it is the top luxury market in the world, and so New York is really a mecca in that all product is completely available here. 3,000 New Yorkers who are in the diamond business, whether retail or wholesale or manufacturing, and they produce well over $1 billion in economic activity in the city of New York.ニューヨークのマンハッタンを東西に横切る47丁目にダイヤモンドビジネスの中心地があります。全長150メートルの地区の通称はダイヤモンド通り。販売額世界一を誇るアメリカのダイヤモンドの9割がここ47丁目で扱われています。宝石店だけでも実に2600件、世界最大のダイヤモンド街です。すいません、ダイヤモンドを見せてくれませんか？ダイヤモンドといってもいろいろなカットがありますよ。右からマーキス、ペアシェイプ、スクエア、エメラルド、そして左のが一番人気のあるラウンドブリリアントです。ダイヤモンドの価値は大きさだけではありません。この小さなダイヤは色もよく不純物も入っていないので右のものよりずっと高価なんですよ。ダイヤモンドを買う時の目安になるのが鑑定書です。石の色合いや重さ、カットの名前、そして石の中の不純物の有無などが書かれています。この辺に小さな白い点が見えるでしょう。どうぞルーペでご覧になってください。ここ47丁目にはジュエリーの修理屋から部品を売る店までダイヤモンドに関わるあらゆる店が集まっています。高価なダイヤモンドが売り買いされる47丁目では警戒も厳重。
ニューヨークの中でも最も防犯体制の行き届いた場所と言われます。さて、この街で目立つのが黒装束に帽子とひげのユダヤ人。彼らこそが47丁目で行われる取引を仕切るダイヤモンドディーラーです。ダイヤモンドディーラーが集まるのが同じ47丁目にあるダイヤモンドディーラーズクラブ。このクラブは厳しい信用調査を経て選ばれた者だけが入会を許されるダイヤモンドビジネスの拠点です。会員数はおよそ2000人。ここの会員でなければ47丁目でダイヤモンドの売り買いはできないと言われるほどです。クラブの窓には常にブラインドが下がっていて外光を遮断してあります。その一方で机の上に置いてあるのは日光と同じ性質の光を放つ電気スタンド。ダイヤモンドは日光で鑑定するのが原則なので、天気や時間に左右されずにいつでも同じ条件で鑑定できるようにと工夫したものです。買い手とダイヤモンドを結びつけるのがディーラーの仕事です。会員の間で交換される情報こそがビジネスの鍵となります。シェムトー、シェムトー is two words. シェム is name and トー is good. シェムトー is a good name. This is the translation. And if you have a good name, you have everything good. You know, they trust you.クラブの一角にはダイヤモンドを計量する場所があります。ダイヤモンドはわずかな重さの違いで値段が大きく変わるため、信頼できる機関で測った値が重要になってきます。クラブで測った重さが47丁目ではお墨付きとなります。ディーラーたちはここで測定した値を持って商談へと向かうのです。47丁目に軒を連ねる2600件の宝石店はダイヤモンドディーラーたちにとって大切な取引先です。ハッピーニューイヤー。グジャントフ。You got anything in a nice carat? Carat and a quarter round stone?Here's 121, 116, and 110. And a white stone? Yes. It's filled with imperfections. What's here? Have you got anything a little cleaner? Yeah, this is a little better. How big is this one? 110. You got something like this a little bigger?See yourself out of it for like 2200, 2300? How much you want? 29. We work like they work in the old country, and this is wheeling and dealing and back and forth. It's a certain security that you like. It's called shtick. It's a shtick. You know what shtick is? Yes, exactly, exactly. Sometimes you wheel and deal, nothing happens, but at least you get a... Shtick is the business. Is business. You got, the families know each other for probably...60 or 70 years. His father, my father, my father's father. Well, my father's not alive for 6 years, but
I remember your father owned the exchange before. His father had the most radiant blue eyes and the whitest beard you'd ever want to see. That's true. We'll see you in 1990. Okay, $116,2900. 結局$2,900で商談は成立。長年の信頼関係があるので支払いは後日です。47丁目にはダイヤモンドの原石を研磨する工場がおよそ200軒あります。ここで働く研磨職人の多くもユダヤ人です。ダイヤモンドは原石をカットし磨くことで初めて素晴らしい輝きを放つようになります。まずは八面体の原石にカッティングの目安となる印をつけていきます。続いて原石を線に沿って2つに割ります。割った2つのダイヤモンド同士をすり合わせて粗削りをします。あらゆる物質の中で最も硬いダイヤモンドは同じダイヤモンドでしか削ることができないのです。さらに細かい面を作るには研磨板を使います。表面に塗られているのもダイヤモンドの粒子。少しずつ角度を変えながら50を超える面を削り上げていきます。リオ・ブラッドマンさんは70歳、研磨一筋40年というベテラン職人です。今ブラッドマンさんが仕上げたのは58の面からなるラウンドブリリアントと呼ばれるカット。最も基本的なカットですが、完璧に仕上げるには高度な技術が必要です。Takes high concentration, you know. You can't just goof off and dream, you know. You have, because every little thing can ruin it, you know. So you have to be very careful and pay attention at all times. Yes, the smart one move up, and the other one, you know, some stay. Somebody has to do the dirty work. New York の47丁目に。なぜこれほど大きなダイヤモンド通りができたのでしょうか。町の長老として慕われているディーラーを訪ねました。オフィスに入るドアは防犯のために40になっています。しかも開けたドアを閉めない限り次のドアが開かないという複雑な仕組みです。サミュエル・シックさん71歳、ベルギーに生まれ16歳の時アメリカに移住してきました。ヒトラーを逃れてアメリカに渡ったんだよ。ユダヤ人のディーラーはダイヤがあったからナチスから逃れることができたようなものさ。ヒトラーがベルギーを占領したのが金曜日。次の土曜日に教会堂へ行ったら指導者がみんなに言ったんだ。ダイヤモンドを全部持って逃げなさいって。土曜日は安息日だから何もしちゃいけないはずなのに、事態はそれほど深刻だったんだよ。シックさんのようにナチスドイツの迫害を逃れてヨーロッパからアメリカに渡ったユダヤ人はおよそ15万人と言われています。迫害と流浪の歴史を背負うユダヤ人にとってダイヤモンドは小さくて運びやすい財産でした。ダイヤモンドはユダヤ人にとってまさに命の石だったのです。第二次大戦中にアメリカに渡ってきたユダヤ人の多くがニューヨークで暮らすようになりました。彼らが隠し持ってきたダイヤモンドの一粒一粒が
47丁目のダイヤモンド通りを作る基盤となったのです。ダイヤモンド通りで働くユダヤ人の心の拠り所が47丁目のビルの4階にあります。シナゴーグと呼ばれるユダヤ教の教会堂です。平日の昼時、シナゴーグは47丁目で働く人たちでいっぱいになります。シナゴーグに入る時には神に従う気持ちの表れとして必ず帽子をかぶります。仕事の手を休めて祈りを捧げるだけではなく、時には教義について数時間にわたって議論することもあります。ファイベル・マシェンスキーさんはダイヤモンドディーラー、そしてまた同時にラビと呼ばれるユダヤ教の指導者でもあります。I came to the conclusion I didn't lose any business. If anything, I gained business from this. And, this, and the whole day has certain more spirituality because of this extra boost of spirituality that takes place during the afternoon hours when I come and pray and I give this class. 1940年の設立以来、このシナゴーグは献金で維持されてきました。民族の歴史と熱い信仰が47丁目の隠れた絆となっているのです。商談成立の時に握手とともに交わされる言葉はマザール、ヘブライ語で幸あれという意味です。さて、ダイヤモンドといえば婚約指輪をまず思い浮かべます。ニューヨーク5番街の宝石店でもダイヤモンドの婚約指輪は人気の商品です。この3種類の婚約指輪のうち、まずこちらが最も一般的なデザインのもの。100年以上前に発表されてからずっと変わらぬ人気を保っています。一方、最近の若者たちに好評なのがこちらのシンプルなデザインのもの。値段が安いことに加え、毎日でも身につけられそうな気軽さが評判です。次の指輪は珍しい黄色いダイヤをあしらった高級品。一体いつ頃からダイヤモンドは婚約の象徴ともいえる存在になったのでしょうか。人類とダイヤモンドの関わりを少し紐解いてみましょう。金と同じく人類は昔からダイヤモンドを愛してきました。何千年も前からダイヤに関する記述があるのです。紀元前4世紀のインドでダイヤモンドは装飾品として使われていました。はじめダイヤモンドは男性の富と権力を象徴する宝石だったのです。ヨーロッパで女性がダイヤモンドを身につけるようになったのは15世紀のこと。この頃ダイヤを研磨する技術が確立され、ダイヤはひときわ美しく輝き始めたのです。17世紀、ポルトガルの王女マリア・ピアのティアラです。動くとダイヤモンドが揺れて輝くようにバネ仕掛けになっています。今世紀に入るとアメリカの上流階級の女性たちが盛んにダイヤモンドで着飾るようになりました。一般のアメリカ人がダイヤモンドを買うようになったのは第二次大戦後のことでした。1950年代ニューヨークの有名宝石店がハリウッドのスターに特注のダイヤモンドジュエリーをつけさせて
大衆向けに宣伝したのです。代表的な例がマリリン・モンローですね。But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. ダイヤモンド市場を決定的に活気づけたのが、最大手のダイヤ採掘企業が打ち出した広告キャンペーン、ダイヤモンドの指輪を婚約者に贈ろうでした。値段の目安はアメリカの場合給料の2ヶ月分、給料の安かった日本では3ヶ月分と設定されました。The diamond engagement ring. How else could 2 months' salary last forever? In the U.S.ヨーロッパの人の場合、小さめのダイヤが好きなので給料の1ヶ月分となっているんですよ。とにかくこのキャンペーンが成功したおかげで、世界中でダイヤモンドはもはや贅沢品ではなく必需品のようになってしまいました。だってあなた、婚約者に向かって僕は君にダイヤの指輪を買ってあげられないなんてとても言えないでしょう。婚約指輪にダイヤモンドをという慣習を広めた企業デビアス社をロンドンに訪ねました。この会社は今やダイヤモンドの価格をもコントロールするほど強大になった業界最大手の採掘業者です。デビアス社が採掘した大粒ダイヤモンドの一つがこのセンティナリー、史上5番目という274カラットの重さを誇る一品です。デビアス社はアフリカ、南米、シベリアなど世界各地に19カ所のダイヤモンド鉱山を所有し、地中から海底まであらゆる方法を駆使して採掘を行っています。大量のダイヤモンドが市場に出回ると自然と値段が落ちてしまうため、デビアス社は取れたダイヤモンドの一部を備蓄、市場の動きを見計らいながら原石を供給しています。こうしてダイヤモンドの値段は世界中で一定に保たれているのです。年間の売上およそ8000億円のデビアス社、会長のニコラス・オッペンハイマー氏はダイヤモンド界の帝王とまで言われています。世界中の宝石用ダイヤモンドの6割から7割が我が社から供給されています。一つの会社による供給方法は需要と供給のバランスを取り、価格を安定させるのに適しています。ダイヤモンドは本当に永遠なのです。古くなって捨てられてしまうことはないですからね。デビアス社の本社があるのは南アフリカ共和国。ここを東西に流れるオレンジ川沿いで1866年最初のダイヤモンドが発見され、ユーレカと名付けられました。これをきっかけにダイヤモンドラッシュが始まり、一攫千金を夢見る採掘者が続々と集結。100年以上経った今でも採掘が続くここキンバリー鉱山は世界最大の人工クレーターです。次々と鉱山を買い占めてデビアス社は大きくなっていきました。しかしその経営はオッペンハイマー一族による家族経営。
Maybe it's unfashionable at the moment. こういうビジネスのやり方は今時古臭いかもしれませんが、この業界は家族の間で取引するファミリービジネスなんです。これからも時代の変化に対応できる柔軟さを忘れずに、この家族経営のやり方でビジネスを続けたいと思っています。デビアス社からダイヤモンドの原石を買い付けるのは、世界のダイヤモンド業者の中でもトップクラスのおよそ150社です。そのうちの1社の社長アブラハム・ナムダーさんが原石を買い付けにやってきました。ナムダーさんの会社は独自のカット、ブリリアントローズカットを開発しました。完璧に左右対称で合計66面体のカットです。ブリリアントローズカットのネックレスは推定価格1億円です。ブリリアントローズカットに必要なのは、大きくて極めて質の高い原石です。この黄色と黒の小さな箱の中に、今回取引されるダイヤモンドのすべてが入っています。1個でも多くブリリアントローズカットができる原石を手に入れたい2人、果たして希望の品を手に入れることができるのでしょうか。業者がロンドンに原石を買い付けにやってくる販売方式をサイトと呼びます。サイトとは英語で見るという意味です。初めて原石を見るということからこの名前がつきました。サイトが開かれるのは年に10回。サイトで配給される原石はサイズも量も値段もデビアス社が決定します。業者はどんな石をどれくらいの量買うのか、箱を開けてみるまで分かりません。それでも2人が必死に品質を調べているのは、この後のミーティングに備えてのことです。次回のサイトで少しでも希望に沿ったダイヤモンドを手に入れたい。ミーティングは要望を直接訴える数少ないチャンスなのです。やってきたのはデビアス社の販売部長トニー・リオンさんです。We got a minute to talk about things. Have you had a chance to have a look at the goods? A little bit. Sounding good. Safe journey. Got here all right. Yeah, we flew in this morning and we'll be flying out tonight. Sounding good. And the quantity? As usual. That's a problem, is it? It's a problem, isn't it? Well, we need twice as much as we have here. Mm-hmm. The quantity will depend a little bit on the availability of the goods to a certain extent, and also how large we're told to keep the site. With the market the way it is at the moment, we are trying to limit the quantities of goods that are going onto the market, but we understand that you've got special needs and we'll try and look after those in any way we can. But here too, we could use more because we're expecting a very strong season this year. Either we really need the goods. Sure, sure. Well, thank you very much for explaining. I can see the concern and we'll do everything we can. Thank you. Can I sign for the goods? Of course. Thank you very much. Mazal. 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 Thank you. That was $5 million you've agreed to pay, wasn't it?総額6億円のダイヤの原石、この小さな箱の中身です。
Mazal.大手企業がダイヤモンドの供給をコントロールする一方で、独自のルートで原石を手に入れて売り歩く一匹狼のダイヤモンドディーラーもいます。ワイリー・マナリングさん、49歳。彼はそうした数少ない原石ディーラーの一人です。マナリングさんが訪ねてきたのは47丁目にある大手の卸売業者。この会社も原石の多くはデビアス社からの供給で賄っています。しかしそれだけでは量がどうしても足りないため、他からの原石を常に探しているのです。 Okay, so I think Eddie, what we have here are just on that beauty。最初に見せたのは 0.5 カラットの美しい八面体の原石です。 It's a nice little octahedron. Yeah, it is pretty. This is my favorite one. Here's a nice little stone. Let me see that one. Beautiful. Looking good?Yeah, it's an interesting looking stone. I don't know about a VS on it, but... Oh, no, no, it'll be VS for sure. But I'm selling, right? Right. Stones is a couple thousand. I need 2,000 for the stones. So I'm more inclined to offer maybe 16. As a bottom line, 16, 1650 would be probably the most I would offer on these stones, not a penny more. I can't see spending more. Just it's a little too risky. But I do agree with you there. 1650?1650, yeah, I would agree on. Mazal. Mazal, pleasure doing business. Thank you. マナリングさんが持ち込んだ原石は南米産。しかもマナリングさん自身が南米のジャングル奥地に入って手に入れてきたものです。マナリングさんは自称ダイヤモンドハンター。ダイヤモンドを求めて南米やアフリカへと旅を続ける根っからの冒険家です。マナリングさんがニューヨークから飛んだのは南米ベネズエラ。ベネズエラのダイヤモンドの産出量は世界第15位。年間で5万カラット、およそ10キログラムほどです。首都カラカスから小型機で飛ぶこと2時間。マナリングさんが向かうのはラパラグアという町です。
やっと着いた。ここはラパラグアという町。金やダイヤモンド原石の採掘、そして取引の中心の町なんだ。And they're living. Hey, Karim! あいつが僕のパートナー。カリム・デトリドさんはユダヤ系ベルギー人、4代目のダイヤモンドディーラーです。ラパラグアはベネズエラの中心を南北に流れるラパラグア川のほとりにある町。人口は3000人ほどです。そのほとんどがダイヤモンドや金の鉱山で働く人々とその家族です。マナリングさんたちはこの町でダイヤモンド買い付けの準備を整えます。ここでダイヤモンドの原石を買い付けるには現金を持っていく。現金しか通用しないんだよ。ベネズエラの通貨ボリバル、この束が日本円にして240万円です。My underwear. 一番大切な道具はこれ、僕のパンツじゃなくてその中に隠してある現金さ。That's the most important tool. But after that, just like in politics. そしてこれルーペ。研磨した後のダイヤと同じように原石もルーペを使って調べるんだ。このルーペは安く手に入れた。たった4ドルさ。何でも値段交渉して買うのさ。食べ物だって値切って買う。大事なのは値段じゃなくてどれだけ割引させるか。30分かかって1ドル安く物を買うために値段交渉するんだ。それがこの業界さ。バカみたいだけど、そういう性分なんだ。ジャングル奥地に入るときは必ず銃を身につけます。オロ、ディアマンテス、ガンズ、ルーペ、現金、拳銃という3つの道具を手に、マナリングさん一行は早速最初の目的地に向かいます。小型モーターボートでラパラグア川を下ります。マナリングさんたちが向かっているのはダイヤモンドの原石が出ていると地元で噂になっている採掘場です。かかる経費の割に採掘量が少ないので、ベネズエラは大手採掘業者の手が入っていない未開拓のダイヤモンド産地です。マナリングさんのように身軽なダイヤモンドハンターにとってはうってつけの場所というわけです。川を下ること2時間、マナリングさんたちが到着したのは採掘現場に通じる船着き場。さらにジャングルの中を歩くこと30分、ようやく採掘現場に着きました。
この鉱山は6ヶ月前に採掘が始まったばかりのまだ新しい鉱山。地元の住民30人ほどが採掘に当たっていました。ここで行われている採掘は、水圧で砕いた土を徹底的にさらうというやり方です。ポンプで吸い上げた泥水は、ソーターボックスと呼ばれるこの箱を通ります。ダイヤモンドの原石があればそこに沈んでいるはずです。マナリングさんも1時間ほど石をすくい上げてみましたが見つかりません。採掘はそう簡単ではありません。ソーターボックスを通った後の泥水にも小さな原石が含まれている可能性があります。それを探し出すのがこのザルを使った過程です。最初は粗い目のザルを通し、少しずつ細かい目のザルに変えていきます。丸一日この作業を続けても、一つも原石が出てこない日も多いのです。Do you want it? I didn't think so. Buenas tardes.Suerte en estos días? Dos semanas, solamente un solo diamante y un quilate. Un quilate. No sabe de hoy, mañana. ¿Quién sabe? Claro. Mañana, lo mejor, un diamante grande. Ojalá. Suerte. It was one carat. こうやっていくつも違う採掘場を回って移動費だけでも1000ドル使ってしまうこともある。それでもダイヤモンドは一個も見つからないこともある。ここでも2週間で見つかったのはたったの1個だって言ってただろ。でも望みは捨てない。最初の鉱山で一つも原石を手にすることができなかったマナリングさんたち、今度は小型機に乗り換えてさらにジャングルの奥地へと向かいます。やってきたのは、アサと呼ばれるダイヤモンド採掘業者が住む小さな村。マナリングさんがこの村を訪れたのは初めてのことです。ダイヤモンドハンターがやってきたと聞きつけて、早速採掘場のボスが現れました。二人はもちろん初対面です。He doesn't go with one. He has seven children, 20 women, 20 wives.ブラジルからやってきたバイアノさんは地元で7人を雇って採掘を続けています。この道30年という採掘のプロです。
バイアノさんが出してきたのはおよそ80個のダイヤモンド原石です。苦労して原石を見つけた仲間たちも商談に立ち会います。Different type of basket called a sieve. La samba, la batucada. Manaling さんとデトリドさんが早速原石の値踏みを始めます。買い手は質の良いものだけを買うわけにはいきません。採掘にかかる費用は質の良いものも悪いものも同じ。だから売り手は質の悪いものと良いものをまとめて売りたがるのです。ようやく買い値を決めた2人。どうやら石の質は思ったほど良くなかったようです。およそ30万円です。Lejos? No puedo cambiar. Yo pongo la buena y la mala y la mala. Entonces es más barato. ¿Tiene algo más? Si hay más calidad, yo puedo empujar. Pero si yo pongo una piedra en la industria, yo no puedo empujar. De lo bueno, pues no empujo. Querido usted. Y si usted acha que está bien, ven. Y si acha que está mal. No, pero usted no tiene que hablar conmigo. Sí, sí, sí. O que usted estiver de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con usted. Si usted dice que está bien. No, tiene que hablar conmigo. No, no, no. La primera cosa es la clasificación. Yo soy de buena fe, pero si no, no pasó nada, no, no, no sé. Sí, sí. バイアノさんは仲間と相談に入ります。採掘にかかる費用のすべてを払っているバイアノさんが儲けの 65% を取ります。残りの 35% が他の人たちの分け前になります。そのためこうした取引の決断も皆合議制で行うことになっているのです。Todo siempre tiene un secreto, ¿eh? En el diamante. ¿Quién es que va a llegar más ahí? Nada. ¿200.000 más ahí? No puede, ni 10.000. 10, bueno, si quiere 10.000 bonos para cerveza, 10.000 bonos no lo cuesta, pero realmente no puedo dar más, porque yo soy serio y. Se digo. 追加されたのは色も良くて不純物も少ない原石でした。マナリングさんが探し求めていた質の良い原石です。この時から交渉の主導権を握ったのはどうやらバイアノさんのようでした。
バイアノさんは突然売り値を言いました。Então tudo dá 2 milhões e 500, né? Aham, tá ok. Trancado. Justo, justo 2 milhões e 500 que dou completito. Completico? 2 milhões e 500, né? Ok. Pago. E la caja de Albert? La caja de Albert, por favor.あっという間に商談成立。およそ50万円で全ての原石が売れました。もちろん支払いはその場で現金払い。どうやらバイアノさんは最初質の良くない原石を出して相手を試したようです。信頼できると思ったらとっておきの原石を出して相手の不意をつく。長年ダイヤモンドハンターたちと渡り合ってきたバイアノさんならではの巧みな交渉術です。One month of production here. Pero salió muy bueno. Yes. 30 carats. Pero desde uno pasa aquí dos meses, tres meses, no consigue eso. You can go two or three months and not get this type of result. Hard work. Pa duro y no entra. I'm looking at a really well-made stone. 本当に出来のいい石に出会った時、運命的なものを感じる。ダイヤモンドはかけがえのないエネルギーの源なんだ。僕はダイヤモンドが大好きだし、ダイヤモンドだって僕が好きに決まってるさ。ダイヤモンドに触れているとたまらなく気持ちがいいんだ。ただそれだけなんだよ。これまでダイヤモンドは透明度が高ければ高いほど価値があると考えられていました。しかしその常識が今覆されようとしています。五番街の高級宝石店で開かれた新作ジュエリーのお披露目パーティー。今回発表された新作は計7点、総額は推定80億円にもなりました。そして世界が注目するこのコレクションの目玉はカラーダイヤモンド。Are the little vivid yellow diamonds because they're so pure and precious, and they're so it's the kind of the unattainable for most people. And if you do have something this precious, it sort of brings out the best in you. If you're wearing it, it sort of makes you feel a little bit more special. 実は世界で最も有名なダイヤの一つ。ホープダイヤモンドもカラーダイヤモンドです。
45カラットもある世界最大の青ダイヤなのです。ホープダイヤモンドは古代インドで発見されました。宗教彫刻の目の中に埋め込まれていたと言われています。その後17世紀にインドを訪れたフランスの冒険家タベルニエがフランスへ持ち帰ります。ホープダイヤモンドはそれを手にした者を不幸に導く魔性の石と言われています。ホープダイヤモンドを所有したルイ16世と王妃マリー・アントワネットはフランス革命で処刑。その後ホープを手にしたトルコのスルタン、ハミド2世も革命で王位を追われます。1920年代の所有者エヴェリン・ウォルシュ・マクリーン夫人は息子を自動車事故で失い、娘と夫にも先立たれます。ホープダイヤモンドの最後の所有者となったのはニューヨークの宝石店の会長だったハリー・ウィンストン。1958年、彼は博物館にホープダイヤモンドを寄贈。このダイヤをめぐる長い歴史の幕は下ろされました。ハリー・ウィンストンから宝石店会長の座を譲り受けた息子ロナルドさんもカラーダイヤモンドに魅せられた一人です。防犯上の理由から顔を映さないという約束でインタビューに応じてくれました。最近は変な人が多いから安全のため目立たないようにしているんだ。カラーダイヤモンドには昔から惹かれていました。とても珍しいし、もともと科学の勉強をしていたので誕生するときに起きたいろいろな化学反応に興味があったのです。青になるのはホウ素が混ざったため、黄色になるのは窒素が混ざったため、ピンクには圧力の変化でなるんです。ウィンストンさん自慢のカラーダイヤモンドがこれ、推定60億円というネックレスです。注目されるカラーダイヤモンドを鑑定するための研究も進んでいます。ニューヨークから車で北に3時間のマサチューセッツ州ストックブリッジ、カラーダイヤモンド専門の鉱物学者スティーブン・ホーファーさんです。ホーファーさんはおよそ20年間カラーダイヤモンドの研究に没頭してきました。その成果をこの一冊の本にまとめました。4000個近くのカラーダイヤモンドを分析した膨大なデータが収められています。ホーファーさんが仲間と一緒に20年間かけて集めたカラーダイヤモンドのコレクションです。ダイヤモンドは赤外線と紫外線を当てると蛍光色に輝きます。石は何色ですかって聞かれたら、いつも同じ答えを出さなければならない。ダイヤモンドの色の名前が先週と今週で違っていては困るでしょ。だからこの機械を使って色を測定するんですよ。
One of the first things that I'm asked by people is, what color is a diamond? Hofer さんが使っているのは、自ら開発に携わった鉱物用の色測定器。ダイヤモンドを測定器に乗せ、色のデータを取っていきます。少しずつ測定する点をずらして、何度も同じ石を計測し、その平均値を取っていきます。ダイヤモンドの色合いは科学の目を通して数値として表現されます。機械をただ信じるわけにはいかない。最終的には人間が目で見て納得できる色じゃないといけないからね。忙しい研究の合間でも、ホーファーさんは生まれ育ったマサチューセッツの自然と触れ合うことを忘れません。彼の研究の原点はこの自然の中にあるのです。自然の中で育ったから、子供の頃から色に敏感だった。季節によって現れる木の葉や花、鳥なんかのさまざまな色に魅せられたんだ。カラーダイヤモンドに出会った時は世界が広がったよ。運命の出会いを感じた。カラーダイヤモンドの中で最も珍しいと言われているピンクダイヤモンドを見る機会があると聞いて、ホーファーさんはニューヨークにやってきました。ホテルの一室で開かれていたのはピンクダイヤモンド専門のオークション。ピンクダイヤモンドを世界最大の規模で採掘する鉱山が、去年発表したピンクダイヤはわずかに63個。このテーブルの上にあるものが全てです。ハート型のこのダイヤは 2.6 カラットです。推定価格1億2000万円。同じ大きさの無色のダイヤモンドの50倍から100倍の値段と言われています。ピンクダイヤモンドが定期的に取れるのは世界で1箇所だけ、オーストラリアのアーガイル鉱山です。しかもこのアーガイル鉱山でさえ、ピンクのものは採掘されるダイヤ全体の 1% にも満たないのです。ダイヤモンドは地下200キロでの高温高圧で結晶した炭素です。この時さらに巨大な圧力がかかると、化学変化で無色のダイヤモンドはピンク色に染まります。ダイヤモンドは永遠の愛、ロマンスを象徴しています。特にピンクダイヤモンドは、それに加えて極めて稀であるという大きな付加価値がついているのです。欲しいものは全て手に入れたという人々が欲しがる究極のダイヤモンドなのです。カラーダイヤモンドに加えて、もう一つ今ニューヨークで注目されている新しい動きがあります。それはエステートジュエリーと呼ばれる、いわば宝石アンティークです。エステートジュエリーにこだわり続けるコレクターを五番街の高級マンションに訪ねました。Hello, welcome, come on in.
ヘイリッツさんは著名人が遺産として残した宝石をオークションで買い集めています。大量生産されたジュエリーではなく、他のどこにもない一点物であることがエステートジュエリーの大きな魅力です。普段は銀行の金庫に保管してある自慢のコレクションを見せてもらいました。説明いたしますわ。サファイアとダイヤのネックレス、これも昔は誰かが身につけていたのよね。それをオークションで見つけたの。このブレスレットも、こちらのブレスレットもみんなオークションで買ったのよ。これは去年のオークションで買ったばかりのブローチ。真ん中にサファイア、その周りに小さなダイヤがいっぱいあしらわれているの。これはひまわりっていう名前のブローチなの。とても可愛いでしょ。それから今日のこのイヤリングもオークションで見つけたの。宝石は毎日つけるわ。朝起きて洋服を着て出かけるとき、ジュエリーは欠かせないの。歩くとキラキラ輝くし、ダイヤモンドをつけるだけで素敵な気持ちになります。一番思い出深いのはこれね。有名なジュエリーデザイナーが作った一点物のネックレスなの。これには海の扇っていう名前が付けられているのよ。3000個の小さなダイヤモンドが散りばめられているの。最初にこれを見たのは確か1976年だったと思います。とても欲しかったんだけど、当時の夫は今の夫に比べると財布の紐が固かったの。13年後、オークションで同じネックレスを見かけたの。思わず今の夫に、あのネックレスずっと前から欲しかったのって言ったら、すぐに買ってくれたわ。本当に愛されてるって感じるわ。エステートジュエリーはもっぱらオークションで売り買いされます。とりわけニューヨークでは高価なエステートジュエリーが頻繁に登場してくるのです。宝石愛好家たちが一点物の宝石を探すため、世界中から詰めかけ、会場は満席です。この日はアメリカの有名実業家、ホイットニー氏の夫人が残したジュエリーが競売にかけられます。青と無色のダイヤモンドのイヤリング。カラーダイヤモンドのブームもあって、今日のオークションでも一番人気の一品です。ホイットニー夫妻はアメリカ社交界の有名人。その夫婦仲の良さには定評がありました。イギリスの王室、ウィンザー公夫人やジャクリーン・ケネディなど有名人が所有した宝石にみんな憧れを持つのです。今回のホイットニー夫人の宝石も高値がつくでしょう。私たちは美しい宝石を売っているだけでなく、宝石に秘められたロマンスや歴史をも一緒に売ってるんですよ。このレモン色のイヤリングもホイットニー夫人のお気に入りの一つでした。いよいよ競りが始まります。750, it's the order bidder at $750,000. Sold $750,000. 激しい競りの末、イヤリングはおよそ8600万円で競り落とされました。
1930年代から40年代に宝石を買い集めたアメリカ人がこれからどんどん死んでいきます。彼らが残すダイヤモンドジュエリーのマーケットは大きくなる一方です。もしかするとデビアスの供給量を脅かすかもしれません。いいダイヤモンドを手に入れたかったらこれからはエステートジュエリーに注目ですね。ペイリッツさんも夫と一緒にオークションに参加していました。欲しかったものは高すぎて買えなかったわ。でもオークションは明日もあるし、また来週もあるわ。ニューヨーク、マンハッタン47丁目、通称ダイヤモンド通り。人々は永遠の輝きを求めてここに集まり、小さな石に情熱を注ぎ込んでいきます。ダイヤモンド、その語源はギリシャ語のアダマス、征服しがたきもの。 Diamonds are a girl's best friend.